1904年3月17日の日食は、1904年3月17日に観測された日食である。ドイツ領東、アフリカ、ポルトガル領東、アフリカ、フランス領コモロ、イギリス領セイシェル、イギリス領モーリシャス、イギリス領インド領地域、オランダ領東インド、シャム、フランス領インドシナ、セーサ諸島、アメリカ領フィリピン。 日本の小笠原諸島で金管日食が観測され、アフリカの東半分、アジアの南東半分及び以上の地域の周辺の一部で部分日食が観測された。金管帯が通過した金管日食が見えた地域は、ドイツ領東アフリカ南部、ポルトガル領東アフリカ北東端、フランス領コモログランドコモロ島北部、イギリス領セイシェル南部、 イギリス領モーリシャスのアガレガ諸島、イギリス領インド洋地域のほとんど、オランダ領東、インドスマトラ島北西部、シャム南部、フランス領インドシナ、セイサ諸島の全部、アメリカ領フィリピン北端、小笠原諸島の伊洋島、南洋島、南鳥島だった。また、近間日食が見えなくても、部分日食が見えた地域は、アフリカの東半分、西アジア南部、 アフガニスタン南部、南アジアのほとんどを除く、中国のほとんど、朝鮮半島、日本全国、東南アジア全部、オーストラリア北部沿岸のごく小さい部分、メラネシア北西部、ミクロネシア中西部、ロシア帝国南東部だった。ロシア科学アカデミーの前身である、ロシア王立科学アカデミーの N 土日は、フランス領インドシナのサイゴンを経由し、 現在カンボジアの首都であるプノンペンに行って観測した。3月17日は晴れで、ただ朝には霧があった。土日は分光期で近感日食を観測し、約2.5時間合計摂取3度下がりの気温変化を記録した。ありがとうございます。